はい、今から5月7日イリナのネット地域買ってくださった方のお名前を読んでいきたいと思います。はい、まずはリコちゃん、ありがとう。はい、ということでお誕生日ということだったのでね、なんとかハート、なんだっけ、フィアノハートみたいな、なんかそう言ってくれ、ポーズしてくれ、してくれたのでやりました。なんか去年もリコちゃんのお祝い、誕生日お祝いできて、前にねピアノちゃんチェキお願いしますみたいな来てたのめっちゃ覚えてたから、今回もリコちゃんのやつ書けるやんと思ってめっちゃ可愛く頑張りました、書きましたね。いいなね、あのサンリオの中やったらねキティちゃんが一番ね多分好きだと思うんだけど、めっちゃ好きってわけじゃないけど最近結構着てるなと思うのはキティちゃんやから、ちょっとリボンもキティちゃんっぽくなんかつけてそうな感じにして、はい、ピアノちゃん風なリコ、なんかリコってさ、リコちゃんってなんかねめっちゃぽいピアノちゃんやなって聞いて、推しメンピアノちゃんって聞いてから、あ確かにってめっちゃ納得したっていうか、はい、そんな感じで可愛く撮ってみたので楽しみに待っててください。いい一年にしてください。ありがとう。はい、ということでイリナのネット時期買ってくださった皆様ありがとうございました。それではネクスト。